1918年6月8日の日食は、1918年6月8日に観測された日食である。日本の北大東島と鳥島、アメリカ、イギリス領バハマで、回帰日食が観測され、アジア北東部、北アメリカのほとんど及び以上の地域の周辺の一部で、部分日食が観測された。回帰帯が通過した回帰日食が見えた地域は、 日本沖縄県北大東島北部と東京府、伊豆諸島の鳥島、アメリカのワシントン州とオレゴン州の隣接地域からフロリダ州までの広い範囲、イギリス領バハマ北部だった。また、海域日食が見えなくても部分日食が見えた地域は中国東部の約半分、朝鮮半島、日本全国、北ヨーロッパ北部、ミクロネシア中東部、ハワイ諸島、ロシア北東部の 約半分、北アメリカのほとんど、南アメリカ北西端だった。その内大部分では6月8日に日食が見え、国際日付変更線の西の部分では6月9日に見えた。ハワード・ラッセル・バトラーが描いた、回帰日食の絵1918年のオレゴン州、ベーカーシティの円形アメリカ合衆国議会は、アメリカ海軍店問題に3500ドルの特別手当を支給し、 天文学者のサミュエル・アルフレッド・ミッチェルと、画家兼物理学者のハワード・ラッセル・バトラーを含めた観測隊をオレゴン州ベーカーシティに派遣させた。観測隊は1917年に準備し始め、ジョン・シー・ハモンドが1918年4月11日に最初のメンバーをベーカーシティに導いた。観測地点の選択には、曇りの確率、回帰食の持続時間、 太陽の行不覚が重要な要素である。当時カラー写真の技術がまだ不完備だったため、バトラー氏は112.1秒の回帰日食の全体を見た後にその様子を絵に描いた。後で描く方法について言及した時、以前学んだ、過渡効果で色を記録したと述べた。回帰色が始めた時太陽は雲に覆われ、その後雲が一旦消え、最も重要な観測段階に入った時また、 太陽を覆い、観測体は5分間観測できなかった。アメリカの他の地域にある、ヤーキス天文台、リック天文台、ウィルソン山天文台も雲の影響を受けた。ありがとうございます。